明けましておめでとうございます今年もよろしくお願いします今日からオープン CV を使ったウェブアプリの方の作成に入っていこうと思います今日は何を作るのかという話とあとはバックエンドサーバー側の方の環境構築 Python ととりあえずオープン CV を使えるような環境っていうのをどっかで作っていくっていうのをやっていこうと思います でまず何を作るのかっていう話なんですけどその前にオープン c v を使うと何ができるのかっていう話を少し、えー、とおさらい的な感じでしていこうと思いますこのページがざっくりまとまっているのでいいなと思ってこちらを見てるんですけども、えー、例えば、えー、このドットですねドットの位置をこう打ってここをこう端っこに持ってって中をこう 拡大縮小するみたいなこういういこことですねこれ例えば名詞があって名詞のここの句形こんなになっている名詞のこの句形を元に戻して大きくするみたいなあ画像そこ,そこだけの画像を作るとか切り出すとかっていうのに使えたりします台形変換とかですねあとは、えー、とこれはなんか画像としては似てるんですけども。 えーとこの白と黒白黒の画像に変換して数字だけこう分かりやすい感じにするみたいな形だったりですかねはい,、まあ、こ,ういうこういう事前変換をすることによって、えー、と後の画像処理っていうのをやりやすくしたりするんですけど、まあ、こういったこともできますであとはこういったことですねこれはエッジ検出なんですけど、えー、エッジを探して、えー、そこだけ色をつけるっていうようなことができます はい。まあ、こんなことがいろいろできるので、まあ、こういったものをですね、えー、なんかブロックみたいな感じで組み上げて、で、それを実行ってやると、こう、ばばばっと実行して、最終的な結果がポンと出てくるみたいな、えっ、ー、と、UI を作ろうというふうに思っています。えっ、ー、と、テンソルボードを テンソルボードっていうテンサーフローの学習中のツールがあるんですけどああちょうどいいやこ,これねこれ <laughs> 消えちゃったけどえー、っと消えちゃったなさっきのグラフがあのテンソルフローで作った、えー、っとディープラーニングの、えー、グラフになってるんですがこれをね。でああいうふうに、まあ、UI これはコードで作ったものが こうグラフになるんですけど実際にこのグラフをカチカチって作っていくみたいな感じで、えー、と例えばグレースケールにしてその後にエッジ検出してでえっ、ー、となんか数字の認識をして最終的に数字が出てくるみたいなねなんかそんなえっ、ー、とまあ句形がここの句形だけ取ってくるみたいなことでなんかいろいろできるんじゃないかなとそういうのを組み合わせて、えー、こうやりたいことをパパッとできるんじゃないかなというのを がありそういうのを作りたいなということに、えー、今のところなってます。はい、でなんでそんなの作るのって話なんですけど、えー、と画像処理っていうのは結構なんか複雑だと思われているんじゃないかなというふうに個人的に思っているんですね。で難しい画像処理っていうのはどうしてもディープランニングに行かないとできないんじゃないかというふうなふうにも思われてるんじゃないかと思って なんか個人的には思ってるんですけども結構オープン c v でカバーできる範囲っていうのは大き広くてですね、えー、と数字の認識とかはできたりするんじゃないかなとあまりオープンシ c v 詳しくないのであまりわからないんですけどまあでも1個の数字を認識するっていうディープラーニングだったらそんなに重くないので、まあ、そういうのも一つのその,そのグレースケールにするみたいなものの あの単位で一個のそのブロックとして提供できるのであればなんかそういうのを組み合わせるとなんかナンバーあの画像の画像を撮ってきて車の画像を撮ってきてそのナンバーを認識するみたいなことはパパッとできちゃうはずなんですねあんまりその詳しくなくてもでそれを UI でカチカチできるんだったらいいんじゃないのという <laughs>、えー ことでやっていこうと思います。なんか似たような、えっ、ー、と、サービスがあったら悲しいんですけど、パッと探した限りはなかったので、あったら、あったらぜひともコメントで教えてほしいんですけど、まあ、あったらあったでちょっといろいろ考えます。はい。ないという前提で今のところ進めております。はい。で、えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、Python の、にお、えっ、ー、と、OpenCV を組み込んで、えー、組み込んでインストールして使えるようにする っていうところまで Docker 上でやっていこうかなと思いますで。まずはディレクトリを作るところからですね、やっていこうと思います。デベロップの、えここでいいか。えっ、ー、と、OpenCV としておきます。はい。で、ここを作って OpenCV を開いて、よいしょと。はい。まあ、ここ、ここでやっていこうと思います。まあ、いつも通り Docker ファイルを作って、 ニューファイルで、えー、とどっかコンポーズを作ってで書いていく感じですね。バージョンで3.8とでサービス図で、えー、とサーバーにします。まあ、これは適当ですね。ビルドドットでえっ、ー、と ボリュームズボリュームどうしようかな。どうしましょうね。うーんと、とりあえずは、いっか。えっ、ー、と、とりあえず何も考えずに、ボリューム図で、こうか。えっ、ー、と、 今のところをすらサーバーにして、で、デリゲー、デリゲーテッドにしておきましょう。で、ポーツは、とわかんないんだけど、まあ、3000ポートを開けとくか。まあ、いらないんだけどね。で、えー、っと、TTY を true にしておけば、とりあえず落ちなくなるのでいいでしょう。で、ワーキングディアをえー、っをすらサーバーにしておきます。 まあこのくらい設定しておけばいいでしょう。で、えっ、ー、と、from を書きます。で、from は Python でやっていこうと思います。で、Python のバージョンを調べましょう。えっ、ー、と、Python d o Hub。はい。これですね。はい。で、Python の えと今3.10っていうのが出てるんですけどまだアルファ版なので、えー、3.9.1の、えー、とバスターを使っていきますはいまあここは好き好きで、まあ、3.9形を使っていくので、えー、と後用用したい方は3.9形使った方がいいと思います3.9の特殊な記法というのは多分使わないとは思うんですけどえー、とうんまあ3.9を使っていきます で、えっ、ー、と、一旦これでいいかな。はい。で、まずどっか、コンポーズアップをかけてあげるということで、えっ、ー、と、サーバーが起動しますんで、別タブ開いて、よいしょ、かな。デベロップの、えっ、ー、と、間違った。オープンシブイか。はい。 で、Docker Compose, Docker c x e c のサーバーバッシュという感じでいいかな。はい。で、今ダウンロードしてるので、えっ、ー、と、ちょっと待ちます。えっ、ー、と、ダウンロードしてる間にですね、ちょっと話をしていこうと思います。どのくらいかかるかな えっとですね、フロントエンドの話ですね。えー、前回、えー、年末に、えーや、リアクト、生のリアクトで行こうと思ってますよっていう話をしたんですが、まあ、休み中にですね、えー、クスト j s で、ビューはちょっと時間がなかったので、やらなかったんですけど、ネクスト j s とフローリオについて、 えと結構ざっと調べてきてきいましたあと、エルムについても、えー、このアップデートって何なんだっていうのを調べてきています。で、えっ、ー、とですね、結論から言うと、エルムで行こうかなと、大 <laughs> きく変わって申し訳ないんですけど、<laughs> エルムで行こうかなと思ってますと,と言いつつ、こっちが終わったので、やっとこっちいきます。サーバーに入ります。で えっと、ここで Python の V をやってあげると、あ、V じゃなかったか。391が入ってるんで大丈夫ですね。はい。で、Python の、えー、っと、Python で、えー、っと、インポートの CV2 っていうのができるようにならなきゃいけないんですけど、今ないので、これができるようにしていくっていうのをこれからやります。で、えー、っと、Python の OpenCV というのを、 見ていいいくとでですねこれでいいかピップインストールするだけなので、まあ、これでインストールしていきます。これまた時間かかるので続きを。エルムを使っていこうと思うんですけどエルムの嫌なところはっていうのを前回言ってたんですがエルムの嫌なところっていうのは、えっと、ビューのところをこういう HTML 的な感じに書けないっていうところが嫌だよっていうことを言ってたんですね。 で、終わっちゃった。はい。で、これはなんか解決する方法があったので、ちょっとそれならっていう感じで、エルムがいいんじゃないかということに、今のところ落ち着いてます。で、大きな理由はまた別にあるので、その話をまた後でします。<laughs> あの、行ったり来たりで申し訳ないんですけど、これで、えっ、ー、と、オープン c v が入ったので、えっ、ー、と、Python で入って、インポート、 えっと CV2 っていうのがこれでできないので、えっ、ー、とこれですね。インポートエラーのなんちゃらかんちゃらが出てるので、これでちょっと検索をかけます。はい。はい、これですね。<laughs> まさに出たと。で、これは、えっ、ー、と、こんだとか言ってるけど、これですね。はい。えっ、ー、とね、アプトゲット、えっ、ー、と、 でしょ。アプトでいいので、えっ、ー、と、アップト、アップデートをした後にですね、アップトインストールで、この l i g l 1メサデブっていうのを入れてあげればいいはず。はい。すぐ終わるかな。まあ終、終わん、まあ、終わんないな。大丈夫だ。はい。で、まあ、これ入れれば多分動くので、これでいいです。で、えっ、ー、と、まず、えー、とこのモデルのところを、 あ終わっっちゃった、えー、とどうやって HTML 的に書くのかっていうとですねエルム JSX で調べたら、えー、と出てきた気がするこれがなエルム X っていうのがあって、まあ、ジ JS の、えー、JSX に当たるやつですねエルム X っていうのがあってこれがですねえー、と こうこうでね。こんな感じで普通にスパンタグみたいな感じで書くとトランスパイルされて、まあさっきのあのエルムの書き方に変わって、こっからエルムのコンパイルが走るっていうことができるみたいなので、まあこれ使えば、あ、これですね、わったあった。こう書くとこうなるんで、もうこれでいいじゃんと。<laughs> こう書けんだったらこれでいいじゃんっていう感じで、まあこれが、これが使えるんだったら全然エルムいいじゃんっていう感じですね。なのでまあこれで、えっ、ー、と私の思っていた、えー、 一番の、去年思ってた一番のこの辛いところっていうのが解決されてしまったので、エルムでいいじゃん、ということに落ち着いています。で、まあでもそれでもまあリアクトの方がメジャーだし、いいよね、と思ったんですが、ちょっと違ったので <laughs>、その話をちょっと後でします。はい。で、これでですね、えっ、ー、と Python やって、インポート、 CV2 っていうのをやってあげると、あ、CV2 インポートできましたね。はい。で、ここまでできたので、えっ、ー、とですね、OpenCV の GitHub サンプルイメージ図か,いいかな。サンプルの、あれ、イメージ図って何あったっけ なんか画像があった気がした。あ、あるか。えー、っとね、どれにしようか。あ、なんか、何にしようかな。えー、っと、まあ、いつもの、いつもの人にしよう。はい、この人にします。はい。この人が名前つけて画像を保存して、えー、っと、ダウンロードに保存して、 で、OpenCV のここに引っ張ってきちゃいます。はい。で、レナ j p e g というのができているので、おっと。まあいいか。はい。まあこの、この画像を使ってちょっと試しにやっていこうと思います。Python で入って、インポートの CV2 というのをやってあげます。CV2 の imlead っていうので、えっ、ー、と、レナ j p e g というのをやってあげると、はい。こういうふうに、えー、これがナンパイの データになっていて、8168176っていうのが1画素に対する RGB。えっ、ー、と、BGR ってだけな。BGR になってるはずなんですけど、その値ですね。えっ、ー、と、最大が百二百255。で、最小が0で、0が黒で、255が白っていう意味ですね。白っていうか、一番明るい赤。赤白黒。ああ赤、緑青。はい。まあ、ある、あの、光の三原色ですね。で、これを受けます。イメージで受けて。 でえっ、ー、とオープンシーブでまあ一般的なオープンシーブでグレースケールとグレースケールをしましょうというのをやるときはですねこれですねシーブイツーのコンバートカラーっていうのがあるんでグレーで受けてえっ、ー、とコンバートカラーでえっ、ー、とここに画像を入れてあげて。 CV2 のカラー BGR2 グレイっていうので、えー、BGR の色空間からグレーの色空間に変えることができます。これでいいはず。えー、CV2 の IM ライト、ライトというのをやってあげて、えー、とグレーのグレイの JPEG に、えー、とグレイ えいを書いてあげると、えー、これで書かされますと。で、そうしてあげると、ここにグレージェーベができて、えっとグレースケール化した画像っていうのが出来上がるっていうよ形ですね。まあこういうフィルターをいっぱい作って、えー、UI 上でこう組み合わせて、欲しいものを取り出すっていうような何かを作りたいというのが、えー、今回の目的になります。 はい、まあグレースケールするだけだったらポンポンポンなんで超簡単って感じですね。はい、まあこれを組み合わせていろいろできるようにしたいなというのが今回の目的になります。はい。で、えっ、ー、と、フロントエンドの話をしていこうと思うんですが、ちょっと、えっ、ー、と、なんでビューは嫌になっちゃったのかっていう話になるので、あ、ビューじゃないや、えっ、ー、と、n e x t ジ e s t とかリアクトが嫌になっちゃったって話を次回したいと思います。 ということで、今回は以上、次回お楽しみにチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。